こんにちは、TC 楽器の島です。こちらがマーチン OM28、OM28 のマーキスマダガスカルというモデルですね。マーキスシリーズというのはマーチンでもプリオータイプの、黄金期のものを、再現して作られたというモデルで、ラインナップの中でもかなり高級なラインになります。で、その中でもこのマーキスの、マダガスカルというものですね。もう名前の通りサイドバック材にマダガスカルローズウッドが使われています。まあマーチンが今扱っている、木材の中だと最高級、ハカランダに最も近い音とされているので、かなり気合の入った高級モデルです。トップの板はアディロンダックスプルースですね。かなり銅管も広いので、こう分かりやすく木目が通ってくれています。プリウォーのスペックなので、もうこの通り、別光のガードに、ヘリンボーントリムで、ロングサドルにインレイですね。シバー幅も少しこう戦前モデル同様に幅広になっていて、ネックもソフト V になってます。ペグ、こちらのチューナーの方もオープンバックタイプですね。かなりこだわって作られているので、出音というのももうそのものですね。かなり開放感があります。中の構造、ブレーシングの方も、フォワードシフテッドのスキャロップ X ブレーシングなので、プリオー同様にこうアタックでドーンと開放感のある音っていうのが、楽しめる、現行品とは全く違うこう音の出るモデルですね。レスポンスがいいです。でレンジがブワッと広いので、平面的に ならずにローミッドのこう気持ちいいところが出てくれる。これはもう構造とこの材の良さ間違いなく出てますね。力強さっていうのはやっぱり OM タイプなので、スケールの分稼げてるのと、思っていたのアディロンダックのこう硬さもあってパワーが生み出せます。非常にマーチンとしてはマーキスモデルかなりいいと思います。特に OM タイプは入荷流通少ないものになりますので、試す価値ありです。